おはようございます。おはようございます。本日はですね、はい、ゴールデンウィーク企画、まあ、あの放送されてるのちょっとだいぶ経ってからそうですね、はい、今日一級塗装技能士が2人もんだおお、うん、ちょっと特別企画としてお、まあ、これちょっと見てほしいね。はい、このライン引きの対決およいいっすね。やるんですよ。はい、うん、でこれ塗装ってあの一級のテストってどんなやつなの。あ、僕ですか、うん、あの図面描いて、はい、あのその図面描いたとこをあのハゲでなぞって塗るっていう、うん、ハゲでなぞって塗る。いや、それ難しいな。難しい。はみ出たらちょっとなる、うんうんうん、あ、そうなんですね。で、他には他にはあの朝食して朝食ね色を作るってことですか。え、そうそう、あ、色を作るね。あ、色その色に合わせるの。 この色作ってくださいみたいな。あ、そうなんですね。もうこの色作ってくださいって。へー、そのパシッと合わせ、だって壁塗るときに、はい、ね、色合わせんと塗れんでしょ。そっかそっか。そうそう、あのたそのちょこっと塗るときね、全部塗るならいいけど、ラインって何が難しい。やっぱ塗装職人の一番難しいのは、まあ、ラインもそうですけど、うん、まあ、養生意外と難しいと思いますけど。ああ、養生ね。まあ、本当に一番最初の作業ですけど、うんうん、やっぱあれダメだと手直しとかすごい大変な。あ、そうで、ちなみに養生とかでこの紙テープとか貼るじゃん、はい、だからそこにラインで出るわけじゃん。そうですね。あのラインっていうのはピシッと線ね。はあはあはあ、あの線が出るってことね。あ、塗装 の線とか。だから紙テープが貼るけど、なんでこういう技術的にこういうのがなんでいるの。ハゲでこの線を出すっていう。やっぱりその外壁の素材がリシンで拭いてあるとか、うんうん、あのタイル仕上げとかそういったのがデコボコで、紙テープ貼るとどうしても、うん、あの材料がくぐっちゃうんで、くぐるっていうのはバーッと入っちゃうので、押さえ線が出るんだよね。でそういうのをやっぱりハケで拾っていく。そうそうそう、昔の壁とかあと塀とかね、擁壁とか塀ってさ、うん、ボコボコしとるもんね、はいはいはい、紙テープ貼って線が出るんだよね。でそうするとハケでスーッと入れていくんだよね。でそういうね、やっぱ技術的にいる、まあ、こういうのは本当にもう一般の方じゃ無理だわ、はいはいはい、やっぱ職人さんじゃないと無理なんですけど、うんうん、まあ、今日その対決をちょっと実際にやって、おどれぐらい差が出るんか、はい、これ負けたらもうこれずっとさっきから一級塗装職人出てるよね、下でちょっと待って2人とも今営業やってるからね。ちなみにじゃあちょっと軽く自己紹介しましょう。はい、はい、まずエントリーナンバーワン、はい、エントリーワン、エントリーワン、うん、無給のマスクマンで。無給無給無給の、僕一級も持ってないんで。塗装の経歴は8年。8年だよ、はいはいはい、8年一つのことやってんだよ塗装だけ。そうですね、うん、まあうちに来てももう長いしな。そうですね、うん、まあ無給、はい、塗装歴8年って出てるのよ、はい、多分マスクマン、マスクマン。名前ですか。さすらいの冒険家っていう。職人どこ行ったんですか。まあちなみに塗装の歴が、まあ26ですね。おー6年。26年長い。まあ一軒塗装業者で、今もうほぼほぼ一人で回ってます。現場ね、うんうん、で自分でもう一軒ピシッと最初から最後まで自分でやるみたいな。はい、そうじゃない、やっぱ仕上がりも全然違うしね。そうですね、うん、はい、はい、じゃあ、はい、ついに出ました、はい。今日の主役、お、いやいや塗り替え道場の、まあ今営業だね、はい、おお、元ボス、お、元塗装班職長だな、はい、すごい。塗装歴が20年です。おお、20年。元塗装班ボスとして、はい、どう勝てる自信ある。まあ勝てるでしょ。うおお1年ぐらい営業やってます、はい、うん、現役じゃないんですけど。なるほど。塗装の1級は持ってるんだね。もちろん持ってます。塗装1級、お、でもちなみに1級取ってどれぐらいなの。もう 10年。10年、もう1級取って10年。さあ、じゃあちょっと実際のね、あの対決に移ろうと思うんですけど、はい、ちなみにちょっとじゃあ細かく解説すると、まあここ1本じゃあみんなねライン入れて、はい、こう、まあ、L でね入れてもらうと、うんうん、ちょっと角が難しいんだよね。なるほど。普通のな、何ハケっていうのこれ。筋交い化けですね。筋交い化け、これちっちゃいのか。コーナーはこれしか入れないんだ、うんうんうん、角は。あ、そうですね、こういうのでちょっと。でこのラインはどれで入れる。ラインは、まあ、僕ちょっと大きいの持ってきましたけど、さっき使ってたんで、うんうん、さすらいの冒険家はちょっと小ぶりで、ね、なるほど。それはさっき、まあ、今使っとった、今使ってないとね、まあ、本当は どっちの方が使いやすいとかあるかな。まあ、これぐらいの方が、あ、本当はいいけど線は残して見えるように。なるほど。線は被っちゃったらあかんよってことだね。ははは。じゃあ用意スタートでいくよ。まあこう、ちなみに今回綺麗車装備だで、そのスピードは関係ないでね。あ、綺麗車、あんまり遅いのはちょっと限定だけどね。なるほど。用意、あふぅお、これまたやり方が違うね。あ、本当ですね、3人とも全然違う。
もう全然3人とも塗り方が違いますね。あ、呼吸の音が早いじゃん。お、スピードぐらいは勝とうと思って、お前お綺麗さですからね。うん、綺麗さだね。速さではない。なるほど。あーすごい。あ、でもすごい。すごい。速いか。あ、まあ、スピード勝負じゃないけど。綺麗さですもんね。あー、そうかそうか。そう、色も塗ってんの。すごい。あ、そういうことね。あ、もう色まで入れてくれたね。あ、早っ。早いね。いいね、いいね。これはぜひ皆さん、あの、これすごい上手だなと思ったら、あの、チャンネル登録してくださいね。はい。もう終わった？全部塗っちゃった。おー。じゃあ、綺麗さを見ていきますか。どこから見ようかね。こっちから行った方がいいかな。はい。黙りができておるね。それは別にいいの。これ、まあ、まあでも。角もこれ出てないかな、ちょっと近くで見ると。で、これ結構ラインがどれぐらいのレベルなのか分からんけど、こんな感じのラインでしょ。あ、なるほどなるほど。これがまあまあ無給の男に。はあ、なるほど。まあ、次じゃあ27歳の男。あ、でもそんな変わらんな。角は綺麗に撮るね。角はやっぱ綺麗だね。あー、綺麗ですね。こういうチキンっていうのがやっぱすごい綺麗かな。これはきちんとなんか塗った感が出とるわ、ね、でもまあ本当にまあラインが出とるけど、まあちょっと隙間が出とるね。ダントツ早かったけど、どう？あんまり角出てねえな。角ちょっとサボりました。角ちょっとサボったね。はい、でも早かった。ああ、でもこの辺ライン綺麗に出とる。本当めちゃくちゃ早かった。早かったですね。何ぐらい早かった？スーって行きましたもん。びっくりしたな。お前ちょっと出なくなりそうでしょ。ちょっと待って。ちょっと早かったか。場所振りしてる。言い訳しちゃった。冗談ね。まあそんな感じですね。皆さんこのまあ、はい、見て、まあ結論としては、うん、まああんまり分かんない。いや、今回またこういうのをやりましたね。このまた面白い企画考えてますんで、ぜひあの面白いなと思ったらチャンネル登録してください。はい。皆さん、じゃあまた見てねー。見てねー。Ha ha 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 ha!